ヤシュハは、グアテマラのペテン県東部、同盟の湖の北岸にある古代マヤの遺跡。名前は、ヤシャ、ヤシャアも。モ。2003年に制定されたヤシュハナクム、ナランホコ国立公園の一部を成している。建造物216号の上から見た、ヤシュハコテオティワ鑑識のトラロックを刻んだ石碑11号。ヤシュハは、ヤックスとヘクタールからなり、ヤシュハコの緑の水に由来する。 一般に遺跡の名称は本来の名称とは無関係に付けられるが野手派の文章文字は実際にヤックス A と読むことがデイビッド・スチュアートにより指摘された。野手派は古代と現在の名称が一致した極めて珍しい例になっている。野手派遺跡は中央メキシコの影響が強く、 雨の神トラロックを描いたテオティワ観葉式の仮面や中央メキシコ式の街路のある都市の設計にそれが見られる。野ュ派には500を超える建造物がある。建造物の密度は稀に見る高さでティカルよりも密度が高い。また40ほどの石碑が発見されている。他に舗装された包み道や街路もある。ティカル以外では珍しいツインピラミッド複合体があり、 ティカルと政治的に密接な関連があったのかもしれない。ヤシュハこと、そのすぐ東のサクナブコは、共に断層の沈降により生じた盆地であり、形成期中期から人がこの地に住み始めた。ヤシュハは、形成期後期から古典期後期にかけてこの盆地の中心地だった。ヤシュハは、古典期最初の100年に栄え、大きさでは、エルミラドールとティカルに次ぐグアテマラで3番目の、 大きさがあった。碑文の多くが真滅しているため詳細な歴史はよく、わからないが、東のナランホとしばしば争ったことが知られる。最も新しい日付を記した石碑は、カレンダーラウンドを記した石碑13で796年と解釈されている。10世紀にはヤシュハは放棄されたが、5個天気にもヤシュハこの特に、トポしテ諸島にマヤ人が住んだ。 18世紀頃に近くに、スペイン人の集落があり、遺跡には彼らのものと見られる落書きが残っている。後、テオベルト・マーラーが野手派を訪れて写真を撮影した。ありがとうございます。